始まりました。プリットチャンネル。ハロー。アコギング。オタクン。今日は一覧に来てまーす。いつもお世話になってる一覧さん。ここ、うん、ザギンです。ザギンですよ。10月10日に、うん、銀座店さんがオープンしたんです。おー。銀座一覧。重箱ドン。何やら、うん、ここの一覧さん、普通のお店と違った麺、うん、チャーシュー、使ってるらしいんですよ。うわー。何それ。でそれを紹介しながら、うん、さらに美味しく食べちゃおうっていう一覧さん、ありがとうございます。本日の企画は、うん、一覧の食べ放題で替え玉何杯できるか。おお、食べ放題。はい、実際に食べ放題のメニューはないんですけれども、うん、はいはい、感覚としてはもう食べ放題です。もう食べれるだけ頼んで替え玉を。そういうことです。腹ペコなんですね。ペコリンチョです。今日はもう好きなだけ食べていいんで、早速一覧さんに行ってみよう。これです。あれ形が違うんじゃないですか。そうなんですよ。なんとここの銀座一覧さん、うん、重箱なんですよ。はい、おだんだん、なんか高級感漂ってない。いつもと違う。完全固定化だ。確かにね。なんか最近こういうお店が増えてきてるらしくて、うん、集中集中です。これ味集中カウンターっていうんです。すごいんですか。対一。まあまあ基本ね。はいはいはい。基本。はいはいはい。ニンニクはもう丸ついちゃうね。真ん中に丸つけるとどっちも出てきます。はい、じゃあ真ん中で。そうですね。ダイエットしてるからありありなん。時間の無駄だ。絶対ありなんだ。2分の1の最高。まあそうだね。じゃあ和紙も選びますよ。濃いです。基本でなしでいいです。で、まあチャーシューはもうありありのありです。基本でも結構辛いのか。だから、ね、基本にしときますよ。固め以上。来ました。すごい。これ比べ物なんだ。重厚感。え、これラーメン。音聞いて。陶器瓦みたい。オープン。うわ、何これ。この高級感やば。芸術です。芸術出ました。はい、もうあの筋トレになります。はい、じゃあおだむさん、はい、食べましょうか。はい、もうお腹ペコペコグーグーなってます。いただきます。いただきます。うわ、すごい。うん、うまいのよ。いただきます。うわ、めちゃめちゃうまい。これ麺が、はいはい、大吟醸麺って言って、うん、さっきオープンで言ったここでしか食べられない麺。え、他の何十店舗にはないの。そう、あの使ってる小麦のこのこの芯の美味しいところだと、やっぱり大吟醸麺じゃない。スープやばいよ。チャーシューいっちゃうよ。チャーシューね。半端ない。チャーシュー半端ないわ。うますぎ、うますぎちゃん。出ました、うますぎちゃん。これチャーシューの手巻き一覧の盛り、うん、手巻きチャーシューって言って、これもここだけしか。確かになんか違う。すごい脂身がめっちゃ、脂が甘くて。すべてが高級なんですか。うまっ。本当だ、味全然違う。煮た豆いいですか。失礼いたします。来ました、替え玉固め。早い。早い。もう入れちゃいます。どんどん食べたいこの固めね。トトマメの固めいきます。変わんないね、うまさ。ずっと新鮮にうまいじゃん。はい、また。お待たせいたしました。ダブ型。うわ、いいな。ダブ型全然入れちゃうわ。うん、すごい。進化スピード尋常だ、これ。うん、また替え玉の食べ方が熱々なのよ。まず替え玉を。はい、かしこまりました。うん、基本を2玉、はい、それでは少々お待ちくださいませ。失礼いたします。もうないもん。マジでうまい。今2玉終わりました。うん、はい、3玉目になります。3玉目ガンガンいっちゃうよ。毎回出会うたびにいつも違う顔してくれるの。新鮮な。ちょっと変わってきたな。うん、ちょっと変わってきました。やば、まだまだじゃん。何倍もいける。やっぱ麺があの固めから基本になるだけで全然違う。幸せよ。幸せよ。本当に幸せを。他のね、店舗さんはどうかわかんないですけど、うん、ここの銀座店さんのね、店員さんの掛け声がいらっしゃいますじゃなくて、幸せ、幸せ、幸せで、ありがとうございました。幸せを祈ってくれてる。はい、で、来た間に4玉目。早っ。近いじゃん。
あー視界見ちゃうね。あー結構お腹いっぱいですよ私は。うそ、まだまだ行くよ俺は。ちょっと休憩です。汗すごいね。汗すごい、ちょっと熱すぎる。熱々だからね。5年目です。うわすごい、5年目シェー、いったんぜい。おめでとうございます。で、トッピングでこれ、今いくらで5年目、6年目です。6年目。そしてで、そろそろちょっと僕もね、ちょっと追加でネギ、ネギ、ネギ歯ごたえがね、これもアクセントになる。そしてダブル押すから違うね、顔見せてくれるの。マジ俺も食えねえよ。3年目。3年目、まだまだですね。まだいける全然。もう全然変わった。よいしょ、このぐらい食わないとな。水うめえ。あ、ちょっと違った。水うめえ。はい、買い直します。うわ、早っ。じゃあ、かしこまりました。麺歴7年目。マチャン歴1年目。これサスケの1つを食べてるやつね。サスケの歴休憩して、残りのね、レッグを食べて。おっすから。うん、本当に重いわ。ガンガン行くんだからね、止まり知らずですよ。はい、8年目ですか。あっちゅうま。何うま。やるんだかは。ほぼ麺。もう自家炊麺を茹でたのを吸ってますもん。ただ今。杏仁豆腐、そして四海老茶。一回リセット。え、ここでやっと四海老茶。はい。ということで、視界見ちゃう。やったんすよ、最初から飲んだ。ここで一回リセット。でも溜まってるから。うわ、たまんねえな、これ。ええ、まだ僕食べてない。え、リセット、完全なリセット。今、席ついたばっかですよ。抹茶にプリン、いただく。プル、うん、すんごい抹茶だね。めっちゃうまいね、濃くて。うん、で、なおかつ杏仁の味もちゃんとする。すごい発明。これはもう無限ループ。クーバって話でしょ。うん。はい。まあ、替え玉の基本を。はい、かしこまりました。後半戦スタート。さあ、9面目。もう来ました。もう次で大台ですから。どうしました。はい。どうしました。どうしましたって、どうしました。いやいや、さっきまでなんかもう入れた瞬間にガッツリついてたのに。いただきます。うん。うん。もう、ひったし、もうダメだ、もう。ひたひた。アイビちゃんのプール入りたいの。でも結構もうないよ。もう眠たい。最後のチャーシューです。どういった。残りの。また会いに来るよ。ここでしか食えないからね。独特の味わいだ。うん、うん、はい。わ、おやしゃー、完食。ごちそうさまでした。え、そうでした。トッピングとか、あの抹茶プリンも来たんで、今日は堪能させていただきました。なるほどね。ごちそうさまでした。最高。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。大満足ですよ。8替え玉の元から1杯でしょ。そういうことです。で、9、俺はもう最初に1杯プラス替え玉3。うんうんうん、半分よ。プラスやっと初抹茶に。だから多分ね、なんかすごい麺も美味しいんで、うん、他のもちょっとちょこちょこ食べちゃったわけでしょ。そうなのよ。っていうのもあって、過去よりはちょっと少なめって感じでしょ、はい、あとすごい高級感あふれる感じにで、もうちょっと胸もいっぱいですよ。で、お腹もいっぱいになります。だから、なんかもう、ちょっとガッツくのもちょっとかっこ悪いなって思っちゃうね。そう、けどね、ガッツいちゃうんです。ガッツいちゃうんですよ、はい。なんで皆さんもよかったら、こちらの銀座の一蘭さんに食べに来てください。ほんと、マジで美味しいです。ここだけの限定のあるんだよ、ぜひぜひ。それではこの動画面白かった人はチャンネル登録、高評価お願いします。それではまたね。
1ラン、2ラン、3ラン。汗が入って勝手にこってりになってしまいます。